ダメか。ダメか。いや。ありがとうございます。そうっす。ここまでバッチリ。まあそうですね。本当に今回のようやく気づきましたよ。パワープレイがダメなんだなって。ああ、なるほど。あ、もちろんもちろん。はい。で、そうすれば、なんか途中でどっか行きたいなって動けるじゃないですか。そうですね。2台で行っとけば。はい。で、ここでなんかいろいろ見つかりそうだったら、はい、ここだけメインにやって、こう降りてくる。はい。だこっちから行って降りてくる場合は、この、なんとか棒っていうのを拾いながら、はい。こっちにこう降りてきてもいいかなって。あ、なるほど。うん、車は何ですか？ここに止めてるんですけど、はい、万が一こっちに降りる場合は連絡を取ってこっち側につけてもらいます、はい、車は下の方に改装しちゃうから。ああ、はい、そうだから、どうするかっていうのはちょっと現場判断になっちゃうんですけど、これ行ってみないと分かんないんで。はい、そう。で、この登山道っていうのが、はい、ほとんど尾根行くけど、人分けまでがある程度が、頑張りましょうね。よろしくお願いします。お願いします。
こえますか。オッケー。あ、聞こえます。お、問題なく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回のコラボ相手、蓮見修斗さんです。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、朝早くからありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。いや、今日は気合入れて、で、気合入れてね、はい、頑張りましょう。頑張っていきましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きますよ、僕ら。行ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、この分岐をもうこっち行ったらまたずっとまっすぐなんで、基本。これ昔の多分結構古い熊の爪痕っすね。やっぱ結構この辺出るみたいですね、うん、ですね。さっきもあのイノシシのね、泥遊びの跡が、ね、ありましたもんね。そうですね、結構こうなんか地面が削られてっていうか、そう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 、なったんだろうなみたいな、そうありましたよね。なんでね、まだこれ序盤なんで、はい、ちょっと警戒しながら進んでいきましょう。そうですね。ね、私体調完全に復活しました。ご心配おかけしました。申し訳ありません。安心して待っててください。了解しました。安心しました。お気をつけて。こういうやつだったらこう、ね、いいですけどね。そうですね、もうライトはめっちゃ待ってるんですけど来ないですよね。じゃあ磯野清水到着の連絡を入れてもらっていいですか。はい、こちら3号車、磯野清水に到着しました。この看板の上にはね、あそこ見えます、綺麗なピンク色のあれ桜ですよね。多分桜って超綺麗ですよね。そう、すごいっすね。ね。ありがとうございます。ちょっと水分取りましょうね。そうっすね。結構もう最近暑いっすもんね。あ、もう暑いっすね、はい、いや熱中症とかにならないように、そう、水分取って休みながらね、行きましょう、はい、行きましょう。最高っすね。おー、いいなぁ。そんなんじゃないよね。ここはね、湯で湯山ですね。ここからね、いよいよその本山地区という場所にね、ここから山をね、はい、ここでちょっと段取り兼ねてって言って、はい、あ、
ただいま人分山山頂に到着です。ここで段取り兼ねて、ちょっと小休止取らせていただきます。了解しました。足に組んじゃないですか。そうですね、多分行きますね。今俺たちここなんですよ。ああ、はい。で、ここから下りになるんですよね。下って、こう行くともうすぐもう入るんで、ここからもう5分10分圏内で。ここに分岐地点がある。そうっす。行きますか。行きますか。これより人分け山山頂から動きます。また分岐で報告しますのでお願いします。了解しました。お気をつけて。はい、以前は無線使えなくなったような場所でもう一度無線お願いします。了解です。引き続きお願いします。じゃあここから再開で、はい、行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。ここが分岐ポイント。そうです。こちらにいました。どうしたか聞こえますか。ここからね、本格的なやぶこぎが始まります。そうですね、ここからですね。はい、あった、やぶこぎだ。じゃあ行きましょう。水流れてるんです。水はあるはずです。なかったとしても溝になってるはずなんで、はい、多分分かると思います。横歩きでこっち行って進んでるんですよ。あー、すみません、食べますか。どうぞ。あ、ちょっと撮ってもらっていいですか。あ、こちら参りました。こちら参りました。聞こえました。よいしょ。了解いたしました。で、あ、違う、ここから分岐して、もう今本山地区目指してますって。あ、入ってますって。今もう本山地区の方を目指してます。あれ、うん、行きましょうか。行きますか。こういうので、あ、木がちょっと邪魔だなってなった時に、うん、こう、こっちの方で払い抜けて、はい、あー、なるほどなるほど、はい。僕、あー、直して、自分バカ正直に正面から正面突破しかやってなかったんで。そうですね、なるほど。あ、これは確かに行きやすい。やつはこう組んで、はい、はい、あんまり後ろに体重かけちゃうとずるっていっちゃうんで。あ、おー、なるほど。こういう感じです。そういう感じですね。こう先にお手本で見せてくれながら言ってくれるんで、あー、なるほど、すげえわかりやすいです。違う？そこじゃない。そう、方角的にはまあ合ってるんですけど、はい、
こっちよりかは良さそうですか。ほんのちょっと。まあでもほんのちょっとでも良ければそっちの方がいいですね。今行きます。逆にあと下るだけなんで。ああなるほど。まあそうですね、ゆくゆくはこれそう下っていく方向なんですよね、我々ね。はい、あたりが雪のような気がしなくもないには来てますね。で15カマって書いてあったところがちょっと開けると思うんですよ。あだから少し下りながらでちょっと開けたところがあったらそこが15カマ。15カマどの辺の位置？15カマ結構すぐなんですよ。だからもうね割りかしすぐこの辺ですか。この辺ぐらいなはずなんですよね。もうあこのマークが書いてあるところ、そう大体そうこの辺ってことはやっぱそっちなんですね。そうかまそれじゃないですか。なんか俺も今思ったんですよ。あれ15カマっぽいですよね。そうっすね。感じ的に。いやてかこんな開けたところがあの藪の先にあるとは思わなかったっす。ああ。15カマって何なんだ。当時の。精錬所。あ精錬所。精錬所。昔の。なんか基礎部分とか残ってればいいですけどね。そうですね。そうだからそういうのできれば探したいんですよね。はい。まあ、じゃあ行きます、うん、あ休憩大丈夫ですか。あ大丈夫大丈夫です。ぶどうさん大丈夫ですか。あ大丈夫です。むしろこういう方が得意なんで。なんかすげえ生き生きしてますもんね。そうですね。あの山登ってた時とは別人のようっすよ。なんか本当になんかああいうなんか普通の登山ってなんかもう、はい、スピードリルとかやってるイメージなんで、なんかもうひたすらもう、うんうん、ひたすら歩くみたいな。なんかこうやって考えながら歩く方が、まあ確かに攻略してる方が面白いですよね。そうですね。もうちょっと左にこのままそれちゃってもいい感じかもしれないですね。今ね、そう今この辺なんですよね。あはいはい、まあでもこのままそうね、うまくこっちの方向で下っていけば川見つかりそうな気がするんですよ。もうちょいだと思うんですよね。そうですね。なんで方角的にはそっちっすね。そうですね。あざす。結構前になんか、うん、銃でパンパンやったりなんか、うん、あれやってて、なんか、うん、なんか人の声にビビるって情報聞いてから、あ、銃よりこっちの方が効くんじゃねって一回やったんすよ。うん、じゃあガサガサガサって言って、うん、あのその辺から結構マジっすか、降りてくる獣とか見えたんで意外と効果あるんだ。お、早速効果あったんすね。おー、開けた開けた。うわぁ、またこういう感じになっちゃいます。もう平坦っていうか、うんうんうん、でもなんかツタどけると結構平坦な感じで。そう
あれっすよね。これ木振りながら行きます。了解。あれ、ブドウさん、ちょっとそっち、この辺もなんかちょっと平坦に続いてるように見えません？下に道がよく見ると下ですか？なんか続いてるように見えません？ちょっと最近ないですか？もう一度お願いします。あ、こちらに号車です。15釜と思われる場所を過ぎました。で、このまま下れば本山地区なはずです。どうぞ。了解しました。お気をつけて。納得していただけます。あれもなんかちょっと沢っぽく見えません？あ、でも違うか。あれはどうだかね、微妙だな。うん、あ、左側。あ、でも今目の前に広くなってる。はい、あるあるある。あそこから多分左に取れていきます。 OK。 うわ、来た。これだ、これだ。ありましたね。あった。ってことは、そうです、間違いないですね、これね。はい、うん、これが来てるから、この川に対してこっち、そっちですか？左。そしたらが本山地区なんで、どっか右にそれながら左にそれられそうなところ。あ、じゃあ今日ここから、うん、そこを、はい、斜めに。あ、オッケー。そう、この川に対して、うん、このまま順調にこっち進んでいけば、はい、これでも左の方も平坦な道がちょっと続いてるように見えますよね、これで。そうですね。こっちもなんか降りられそうな感じしますしね、今ブドウさん見てたとこ。そうですね。さあ、どっち行きますか。一回そっち行きます。行きますか。了解。いや、これ絶対昔のあれですね。そうっすよね、名残っすよね。名残だね。そこもなんか沼になってません？なってる。っていうか、そこもなんか開けてません？そうっすね。左も。あ、そうですね。こっちも開けてますね。なんか、ん？この辺じゃないですか？この辺だ。ここだ。お、ここだよ、ここ。ここだよ。ありがとう。これだよ。ここを見たかったんですよ。いや、なるほど。ここを見たかった。感動しますね。もう2度諦めてますからね。あー、しかも2年間ぐらいでしたっけ。そう、調査時期も2年ぐらいかけて、いやー、ずっとやってたんで。なるほど、ようやくですね。じゃあ本当にようやく。こっからもう、黒さん、ありがとうございます。いやー、いやー、もう本当にありがとうございます。いやー、感動しました。よかったっす。ありがとうございます。いやー、マジか。ここはちなみに入らないよな。1号車は音を願います。入ってくれ。こちら2号車。
ついに本山ですよ。伝えたいこの感動。ダメか。ダメか。いやー。いろいろじゃあお互い回しながらちょっとこの辺散策して、はい、で、小口見つけたらちょっと声かけ合いながら。はい、そうですね。うん。では、こっからは、僕の大好物の小口の番で。あるかな。いやー、あると思います。ここだけ開けてるもんな。うん。で、水も来ててね、生活できますもんね。いや、僕も今ちょっと思ったんですよ。ん？なんかあそこ V 字になってません？石垣っぽいっすよね、ここ。あー、なんかなんだろう。その広場のとこに石垣とこうなんかぐるっと台座のようになってる場所を見つけました。これもやっぱこの当時の、あ、すみません、名残ですね。うん、窯跡なのかな、これが。そうですね。まあ、ひなぼをちょっと潰しながらですかね。ですね。左側のちょっと平場も、はい、行きます。うん、見たいですね。平場になって、うんうん、左側にちょっと下がったところじゃないですか。うん、で さらにこう階段みたいになってくるんじゃないですか。あ、まあ、それかその一段高いところに住宅があってとか。あれだ、イメージしてるよりずっと広い。僕もうちょっと狭いイメージだったんですよ、この本山地区って。なんかある？ああ、本当だ。どっか平たいところで。ああ、いいっすね。今こう青い矢印通りに、うん、来てるできたんですもんね。そう。こう見比べてみると、はい、あ、いいね、ちょうど本山だ、ほぼほぼこれ、うん、で、そうすると今俺たちがここにいて、はい、こっちに行くと山上港っていうのがあるんですよ。はいはい、はい、これどうします、アタックしてみます。そうっすね、距離的にもまっすぐそっちっすもんね。一旦降りて、ね、うんうん、行ってみてですね。で、上に覗いてみて、行けそうだったら、ですね。ね、行ってみようみたいな。はい。うん。ただ穴を見つけるコツなんですけど。穴のコツ？結構、川沿いっすね、やっぱり。川沿い。っていうのが、結構、この辺見ると、岩盤がないじゃないですか。はい。で、川沿いだと、もう、こういう土が全部削られて岩盤が出てきてるんですよ。うん。で、そういう岩盤が見えてるところに坑道があったりするんで、ね、じゃあこの辺をむやみに探したところって。そうですね。あ、なるほどね。はい、あ、さすが穴のプロっすね。そうですね。
んでこう。ああでもそう、あれ見つけた穴もそうでした。あ、やっぱそうですよね。そう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 。でしかもやっぱ昔の鉱山ってなるとやっぱこう船で運搬するときに、うん、こう削られてる岩盤にこう皮でこう。なるほどね。いやもうあれですね、勉強になりすぎますわ今日。ああありがとうございます。あと川こう V の字になってるじゃないですか。なってます。なんで川降りれば全体見れるんですよ、うん、ああなるほどね。こう段々になってて、でこう斜めになってるとこに穴って開いてないんですよ。なんかこう、うん、斜めになりつつこうなってるところに、うん、このまっすぐのところに穴があったりするんで、ま、うん、っすぐなところはこう川の下から見れば見えるんで、うん、なるほどね。そういう行動も見れます。 OK、 これじゃあ降りましょうか。やっぱ戻るんじゃなくて。そうっすね。じゃあ川ルート決定ですね。はい。ここ行けなかったりとか。そっか、行ってまた戻ることも考えながらこう進んでいくっていう。で自分もそれでパワープレイで行って、うん、で帰りあれってなって、うん、どうしようかみたいになっちゃったんで。あ、じゃあそういう苦い経験もあって掘り場があるっていう。僕は なんだその白いでかいの。え、すごいな。Thank you.